です。のりばんでーす。はい。ということで今日はふなちゃんは外からはい、こんにちはっていただく感じで、今日はですね、ミセ縛りメイク。なんかビセもリサそんなに超を持ってるってわけじゃないんやけど、まあ、今回いろいろ買ってきました。基本的にビセオンリーで仕上げます。こんな感じかもしれないけどね、まあ、ここはいいね、あここはダメだねみたいなことをね、ちょっと正直にレビューするので、まあ、ぜひぜひねビセの購入を考えてる方は見てきていただけたらなと思います、はい、ということで早速いってみよう。やっていきます。はい、ビセリシェフィルタースキンリキッド買ったの。乾燥肌の人はマジでおすすめしやん。だから先に保湿系の、そう潤う系のやつを顔面に広げます。なくなった。これいっちゃん明るい色やねんけど、ちょっと暗い、暗いな、うん、正直に言うと使い勝手が悪いです。それそうやるかな。じゃあ伸ばします。一回はい、んで、パウダーをするやん。フォーギーグロウフィルター01番、お白いって書いてあったね、うん、だからまあパウダーやと思うやん、うん、この前おでこにのっけてみた。ちっかちか、これお白いって書いてるからさ、こう何キロ前と思うやん、もうなんかピンクまみれのおでこだけ超光ってるみたいになったから、最後にのっける。で先にここで希望の、これ全然ミスと関係ないけど、これは仕込みます。自由か。これ超いいから、マジで僕もう入れたっていうぐらい、ここそう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 、無駄しに言われた、なんか、え、何個入れたとか言われるぐらいすごいよこれ。そう、アイライン、アイラインは良かったよ、うん、ミスったと思ってこすっても落ちひんぐらい。そうなん、超極細ではないんやけど、でも超極細って逆に書きにくいくらいさ、このぐらいがベストかも。で、目尻は全体のバランスを見て引くから後で。アイシャドウでございます。用意しました、こちらのアイシャドウ2つ。ねずよちゃんがやってる BR1 番、これがなんか新色やった美声アバンの029。あ、これあれした方がいい、みんなに。あ、そうやな、スワッチ、スワッチとかしちゃう。こんな感じですね。綺麗やけどな、全然いい色、うん、めっちゃ可愛い。この1番明るいの塗ってる意味は確実にないけど、で、この色を塗り広げます。なんかブラウン系、大人っぽいブラウン系やんね。綺麗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 、あ、綺麗やで。なんかこれでこう中心になんかこのゴールドのやつとか入れたらマジでオフィスメイク、うん、おしゃれな女、なんか年相応のメイクしてる。珍しくな、珍しくな、22歳。なんでも23歳。リサちゃんがモノタリンって思うだけで、そうかも、的に見たらめちゃめちゃ綺麗やけどな。ほんでモノタリンからこの色をリサわざわざ買い足しに行ったの。めっちゃいい色じゃない、これ発色、これめっちゃいいよな、ビセアバーの。そう、めっちゃ発色でも良すぎるから、ピョンってのしただけでガーンってつくから、マジで気をつけてほしいんやけど。あー、はいはいはい、いつものリサちゃんの色になった。さっきの面影はどこやろ。上も下まで入れます。あー、リサちゃんになった。こっから形成されていくからさ、この色、目尻1/3、目ん玉の上いかんぐらいまでで締めます。涙袋を作ります。涙袋はこの色がちょうどいいかも、濃すぎひんから。目尻めっちゃ長くしてるからさ、ここに足すように。そしたらどうやった、って感じ。触ってほしい、今飲んで。リサはすごい心配やった。なんかしかもだってパッケージしかないもん、わーみたいなまつげの女の人の目やって、リサこれは大丈夫かって思っとったんだ。そんなまつげになるわけねえだろぐらいな。だから下準備がすごい大事です、これ、うん、熱したビューラーでまつげをがっつり上げて綺麗に伸びるようにまつげ美容液を先に仕込みます。まつげ美容液仕込んだら綺麗に伸びてくれる、うん、こんな感じですね。まつげさ、まあ、パシーンってやりたいんやけど、今どう頑張ってもならへんかも。全体的にちょっと大人なんかな、ビセ使いやすいんじゃん、誰もが自然な感じ。でも限界があるな。そうやねん、このマスカラじゃもう無理だよっていう声が聞こえる。天までは届いてないな。天井って感じ。でもお湯落ち、あ、うん、めっちゃ落ちる。涙とかで落ちへんねんけど、しっかりこうクレンジングでスリリリリーンって落ちてくれる。これが限界。すっごい伸びてるわね。時間をかければ使えます、全然。すっごい伸びてるで。なるほどです。でもいつものまつげではない。そうやねんな。ででででで、これめっちゃおすすめ。おすすめの品がやっと出てきた。リセリセブラウンズクリーミーペンシル BR302 はピンクブラウンですね。はい、スルスルかける系で、うん、超いいの。ジライライン、ジライン、ジライン、あれ、いるね。このまま目頭も描く。切開ラインもうこれやったらこうナチュラルに変わってくない。うんうん、さっき引いた下のラインをまた色で動かすわ。
そいつ優秀やな。こいつ何にでもなれる。リセリセセンシュアルスリークアイズ。クリームっていうかあれやから、なんかツヤキラみたいな。うん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 。キラ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 。めっちゃ可愛い。これ超可愛い。僕らにもつけよう。うん、キラキラ。ここにゴールド。おお。ああ、豪華になる。うんうん。で、涙袋浮いてるやん。明るすぎるから。鼻で表す。ブラウンの色。これこれ。開けると馴染ませれる感じ。何これ。チークか。オレンジのチークがなかったの。びっくりしたくない。赤とピンク系しかなくって。驚いたやんな。だからまだ一番オレンジでもいけそうな。まあ、いけはしやんよな。レッドって書いても RD421。あー、うん、つけすぎ注意っぽい色ではある。絶対色味合わんねんけど、どうする。このオレンジとかめっちゃ薄くして。全然大丈夫じゃない。そんなに今日リップン。お、話しご利用その色やねんけど、あ、かわいいわ、やっぱそれ、うん、めっちゃセンスいい、それ選んだ子。やっぱその人ね、あった色を選ぶセンスがあるってすごいわ。すごいな、誰が選んだやろ。すごいよなー、リサでもまあこれやったら、まあ大人の女性って感じの、これだけやったら。だから買いに走りました、こちら。かわいい、かわいい。で、私これミニリップって初めて買ったんやけど、めっちゃええな、持ち運びやすいし。こんぐらいの色めっちゃかわいい。あー、かわいい、めっちゃかわいい。パッシャパサならへん系やから、めっちゃかわいい。いいやんな。うん、めっちゃかわいい。で、おしろいですね。まあ、上に取りまして、顎はやはく。ああ、綺麗綺麗。綺麗、ほんまに綺麗。こういうラインになったら綺麗。うんうんうん。一度上にゴールドを乗っけます。へえ。これはリップを塗り直したら完璧に消えるので、写真の時だけ。なんなら鼻先もちょっとつけとこう。ああ、かわいい。いい感じかなって思います。いいやいいや。とりあえずセットしまーす。完成。でもまあ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 。全部かなんやったけど、なんとか出来上がってるくない。リサちゃん。リサになったやろ。系がやっぱビセはいいなっていう、もう結論、うん、アイシャドウもめっちゃ良かった。こんな感じで感じやし、リップもいい色やん、うん、でも一番のおすすめはこれ。さすが20。さすが20。この先も使っていきたい色、うん、いう感じですかね。まあワーストはあの完成状ということです。皆さんもビセのアイシャドウ超おすすめなので、ね、ぜひぜひ買ってみてくださいね。はい、ということで今日はここまでにしたいなと思います、はい、チャンネル登録、高評価、無断転載お願いします。それでは最後1本目、せーの、ビセアバンしか勝たん。